単純に足が足りない。自己紹介からですかね、初回なんで。まず動画の趣旨としては、初心者5人で、リーグオブレジェンズを始めました。で、みんな初心者なので、アドバイス等があったらコメントしてください。で、自分たちがやった試合を、リプレイで観戦していきます。で、チーム構成は、トップがガレンで、ワタコ。ジャングルが、私、アーペンギンで、ボリベア。で、ミッドが、エイドロックス、キジバトマン、ADC、トリスターナ、ルチノ。あと、ジャンさんが、ノーチラスでサポートです。どこがマッチアップしんどいんですか、これは。これ、どこがしんどいんだろうね。それがわかんないからさ、相手の構成を見たときに、どういう試合の流れになるかっていうのが、こう、見えないから、それは不利だよね。体ができない。敵キャラ見て、敵のチャンピオン見て、何をしてくるかが分からない。これ勝てるのか。あ、多分これで、それでデバーシアして多分。あー、ああ単純に足が足りない。もうワタコーの勇姿を。ダメージ計算間違えたね、相手がね。はい、これでフラッシュ落とさせた。ああ、これはいい仕事ですね。ボリビア最初の Q がスタンスするから、最初のフラッシュ落とせるの結構簡単なんだよな。そこがいいとこだね。フラッシュって5分でしたっけ？フラッシュは5分。5分。でも誰がフラッシュ落とさせたか覚えてないんだよね。ゲームしてるとね。ここはのんびりレーニングなのかな。ホットは。あんま激しいことが起きそうもない。これがどっちの2発あった。お、前ブリンク。いいね、いいね。あー、ヒール。あー、ヒール使わせた。OK ですね。結構ね、でも回復、やっぱ結構回復するようにいいんだな。やっぱ回復増えていくともう焦らないですか。あ、ダメージ計算がだんだんずれてくるってね。あ、クマさんが。クマさんが遊びに行ったよ。まあ、これはまあ、どっちを。当てる場所間違えて、ミスってる。ミニオンに AA 食われてる。うん、あ、しょうがないですね。お、どうするんだろう。お、どうするんだ。睨み合うか。お、当たった。いった。殴りに来た。ダブル。スタスタは強い。あの時は覚えておこう。そうね。あ、ヒューローに。で、もう、完璧な。お、木当たった。はい。はい。これはもう逃げれない。でも、もう、こう逃げ込んじゃったらもう無理ですよね。これ強いんだよな、やっぱクマさん。ジャングラーってどうやって普段レベルアップしてんの？この辺のモンスターかって。ジャングルの中のモンスターって。これでお金と経験値を集めた。これだけだとミニオンよりかは効率悪い。効率悪いね。トップが、ミニオン35キルの8キル。ジャングルは35の31。ミッドは16、36。ミッドの CS が負けてる、うん。で、ボットもちょっと、41と47。あ、ちょっと負けてるけど、まあでもまあ。向こうなぜか ADC とサポートで分け合ってないから、その分本当はトリスターナが強くなきゃいけないはず。うん、そうですね。うん、あ、ディエゴが来ちゃった。ディエゴ来ちゃった。これは死ぬぞ。そこに隠れてようっていうのはちょっとさすがにあれだろう、甘いだろう。うん、そうね。なかなかタワー開けてない。これ多分ぐるぐる回る。違った。あ、ぐるぐる回った。ああ、ああ。逃げた逃げた。あ、でも来る。戻ってくるね。今の普通にスキル避けずに前行けば殺せたんじゃないかな。もう遠距離相手にどうやって戦えばいいのかよくわかんない。もう選手とる。うん。あ。フラッシュ。ああ。使わせる。あ、ゼラスレベル負けてんだね。あ、ここで多分ウルト切らなくていいね。殺せないから。うん。ウルトもったいないね。まあ割とリキャストで結構ポンポン使っちゃう。お、ナイス避け。今避けたのは強いな。うまいね。あの、この反射神経が俺も欲しいね。ここではまだ2000ゴールと勝ってるんだな。そうね。このまま調子良かったんだ、ね。これはまだ1000ゴールで勝ってるね。うん。
これ勝てるはずの試合だよね。あのタワーはあのシールドがあって硬くて壊れないから、ドラゴンとヘラルドを優先した方がいいのかもしれない。そうですね。あ、またクマが追いかけてる。クマが。あ、シーソーに横取り。横取りしていく。ハレルド食べてく。あ、てかもう。誰に、どんだけアイテム持ってったらどれに勝てるっていう感覚がまだないよね。そうですね。今のはちょっと怪しいぞ。ひどいな置いてる。続けなかったんだ。あ、入る入った。はい、ナイス。あ、突破プレイ。5キル持ってる。ボリビアも5キル持ってる。こっからどうやって。5000K って、5000K差で勝ってるんですよ、ね、今。ね、5000K、5K か。勝ってるんだよな。ボロ勝ちしてるね。ボロがここは勝ってるんだ。あ、こいつかおい。で、これで、あのガレンがあのシャットダウンゴールド650持ってるから、死んじゃダメなんだよね。これで、大丈夫。すげえレベル差だな。全然ダメだ。勝てる気がする。2対1。これ。あ、楽勝だな。楽勝のはず。これ相手、あれ何言ってんのお前。ああ、そうだ。Q 使ってんだ、今。AAQ ってやった方がいいかも。ああ。ああ。マジか。おぉ、うん。こっから多分ガレンが苦戦したのは覚えてる。すごい。やっぱ2-1になったから進み悪くなって、その間にボットが落とされたのは覚えてる。うん。レジェンダリー、うん、また勝ってるもんな。2-1で1人、うん、で700ゴール。押せいいよ、ナイス。これがあれだね。お、コグマウの効果を知らずに死ぬっていう。知らないのは良くないね。あ、体力も減ってる。あ、うん、これちゃんと逃げてんだよな。やばいなって思う。こうチカチチラ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 してるの覚えてんだけど、こうピンマリナでも4やるぞ。おわ、ガレンの回復力半端ねえ。やばい。で、ぐるぐる回ってるけど。あ、あーらんや、3。CC チェーン、ゼラスのウルト。でも勝てそうなのが怖いな。あー。さすがに。これで一気に5000ゴールド差あったのが2000ゴールド差に。これやっぱ、ガレンとエイトロックって似てるじゃないですか。どちらかっていうと。ああ、まあね、ファイターだからね。はい。おお、一人で行くと死ぬぞ。あ、おお、ナイス。おっさん入った。スタン入って、あれ、ナイス。ナイス。あれ、空振り。空振った。クマが落ちてる。でもこっち球使ってるから。逃げる相手だったらウルト使えば、ああ、でもコグマ打っちゃったか。これボットが下がってるのを見なきゃいけなかったね。これ1-1だったら多分勝ててたところなんだよね、多分ね。2-2だったら普通に勝ってた、うん、余計なのが来たから、余計なのが来ちゃった。ボットが下がってるっていうのを確認できてなかった、ね、うん、ユロは養分ですね、うん、完全にベルが低すぎて、うん、あー、コグマウ見てなかったっていう。それでもガレンはトップを押す、トップを押す。こっちがオブジェクト何も取ってなくて、で、向こうが4ドラ持ってる。あ、もう3ドラゴン3つ目だから。で、ドラゴンって4つ目取るといきなり強くなるのね、効果が。いや、簡単に取らせちゃいけないかったんだな。そう。で、あれ、ガレン今まだずっと2-1だけど、ジャングルで。あ、ばったり。ああ、よくない。これはよくない。で、ああ、しゃあない。回復してる。何してんの。何で君回復して、ああ、これ落とされてる、さすがに。もう無理だから、もう、やけくそレバーしないと気がする。絶対1対複数になってるんだよな、うん、ガレンが余裕があるときにもっと勝っとかなきゃいけなかったんだな、完全に。ガレンをちょっと破壊されました。うん、ボットがずっとボットにしかいないのもあれか。そうね、レンスアップとかもしていいね。うん、
で相手がバックしリターンリコールしてお金をアイテムに変えて、もうこれ見てくださいよ、この装備さ、装備さ、ひどい装備さ対抗できてんのガレンだけかもう完全に。ああ、5000ゴールドサーが反対についちゃった。終盤全然伸びなかったね。なんかすごい場所でウルトをしてる多分ボタン間違えた。ああ、クマさん、もう逃げられないな。味が押されない。あ、逃げられる、逃げた、逃げた、あたらウルトの無駄遣い、はい、あ、はい、最後まで見ていただいてありがとうございました。 Twitch で生放送しているので見に来てください。じゃあありがとうございました。